はい、しげちゃんです。ということでね、今日は綾部の美味しいおうどん屋さんに来ておりまして、大盛りうどんをごちそうになっておりました。ということでね、はい、このビットコイン、現在416万円ということで、動かないですね。まだ動かない。まあね、こういう時にね、みんながね、話題になってない時、こういう時にね、買っとくと、ね、いうのがね、一番大きくね、資産をね、増やすことができますから、これは間違いないですね。すべてのアセットの中で、ビットコインが一番資産を伸ばせますからね。はい。イデコとか、ニーサとか、ね。はい。まあ、やらない方がいいですね。はい。なんか途中で解約できないとかっていうのはね、やらない方がいいと思います。そんな何十年後のね、世界はわからないんでね。誰も。まあ、引き出してもね、日本円の価値がなくなってる可能性がありますからね、このままいくと。ね。まだまだね、日銀もね、金融緩和を進めるということですから、どんどんね、円の価値がですね、薄まっていくことになりますからね。物の価値が上がっていくんですよね。物の価値が上がっていく。つまりは、まあ何でも上がるんですけど、車の価値や、ね、ロレックスの価値ね、時計の価値ね、アンティークコインの価値も上がるし、ねえ、まあ缶詰の価値も上がるしね。缶詰、物価も上がるし、ガソリンも上がるということでね、生活がね、苦しくなってくるとは思いますけどね、なんとかね、家のローンとかを、まあ、しっかり払っていきましょう。ね、今後、金利がですね、高くなるそうですから、金利が高くなるとですね、家の住宅ローンも上がっちゃうんですよね。はい、これはちょっと悲劇が起きるかもしれないですね。どんどんですね、ローンが払えるか払えないかっていうところにね、瀬戸際まで追い込まれちゃう可能性がありますんで、そこでね、投資しろ投資しろって言ってもですね、なかなかそんな投資資金がないよっていうね、ことになっちゃいますから、非常に問題なんですよ。問題なんですよ。だからね、銀行も、家をね、払えないならね、家を売ってもらえませんかっていうね、話を持ち出される可能性もありますからね。実際、まあ実際そうなんですよ。銀行としてはね、土地が欲しいんですよね。土地が欲しいですから。土地の値段っていうのは上がることは分かってますからね。皆さんが売りに出した土地が欲しいわけですから、まあ結構高い値段で買ってくれるとは思います。はい。しかし、売らない方がいいですね。しっかり払っていくとね、ローン払っていって、まあ、余剰資金があればね、暗号資産にぶち込むという方がいいと思いますね。はい。で、周り見渡してもですね、暗号資産ね、ビットコインの話をしてる人は誰一人いないですよね。まあ、こういう時にこそね、買っておくと。
いうのが一番資産を増やせますからね。はい、皆さん我慢して、少しでもいいからビットコインを買っておくとね、いうのがですね一番いいと思いますね。はい、まあ、金もいいんですけどね、金、まあ、金のね価値があったのは、まあ、古代エジプトからね7000年前からですね金っていうのは価値があったんですよ。なぜか知らないけど人間は金を価値があると認めてるんですよね。7000年前からですよ、これが。なぜか知らないけど、でも今になってもそうなんです。金は価値があると思い込まされているわけですよね、うん、それがですね大きく変わろうとします。それはブロックチェーンによって大きく変わろうとしていて、今まではですね、まあ、あの銀行もない時代もあって、そういうのも含めて金がですね価値があったんですよ。金が、金に価値があったんですが、まあ、300年前から銀行制度っていうのができましたからね。銀行制度、そして紙幣がですね、価値が、紙幣に価値をつけることがに成功したんですよ。成功した人がいるんですよ、1770年ぐらいにね。紙がですよ、単なる紙がですよ、価値がに紙に価値がついたんですよ。それがですねどういう方法でそういうことになったのかっていうからね。はい、まあいい、ちょっと話しますと、まあその人はですね金庫番だったんですよ。金庫番、まあ貧乏な金庫番だったんですけど、王様の金を預ける仕事をね、預けるじゃない預かるね、王様の金を預かる仕事をしていて、王様にその預かり証をこう出してたんですよ。預かり証ね、金と引き換え券みたいなね、引き換え券ですよ、金との引き換え券。それはねちょっと思いついたんですよ、その人は。あれ、引き換え券ってのは金と同じ価値があるんじゃないのってね。だって金と引き換え券を交換したわけですからね。あれって思ってですね、引き換え券、つまり預かり証ですよね、預かり証をあれ作ってですね、金持ってないのに作ってこう出していった、市中に出してたんですよ。それが価値がついたんですよ非常に金と同じぐらいの。これがやったらですね、その銀行家は大儲けしたんですよね、うん。それがですね、王様よりね、王様よりお金持ちになっちゃったもんですからね。はい。そして今に至るということなんですよ。うん。そういう仕組みなんですよね。まあ、今のドルとか円っていうのは、まあ、引き換え券みたいなもんですよ。はい。引き換え券ですかね、うん。引き換え券は引き換え券いいんですけどね、今ドルと金は分離されていますから、はい、金が担保になってないですからね、ちょっと怪しいですよね、今のドルと円も。ということで、ね、その話はまた後でしたいと思います。ということで、皆さんどうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。